は総理のお考え、今、お持ちであるお考えを聞かせていただきたい,い安倍内閣総理大臣。ブエノスアイレスにおける IOC 総会で私たちはです、ね、スポーツの力、パワーオブスポーツを訴えました、被災地にたくさんのアスリートが足を運んでいただき、そういうアスリートの皆さんがいかに被災地の子どもたちに夢や勇気や力を与えたか。そのことを ブイネスサイラスで私たちは訴え。東京オリンピックを主張することに。成功したので、えー、あります。えー、先ほど、文科大臣は。堀尾さんが現役時代。活躍している時、勇気を与えられたという話をしましたが。ええ、堀尾さんが活躍していた頃、私はあのアンチ巨人でありまして。<laughs> ええ。堀尾さんにですね、私が応援しているチームが痛い目にあってですね。本当に憎たらしいピーチャーだなと思いながらも。 この人はすごいなと思ったのも事実であります。子どもたちをわくわく、ドキドキさせる力があるのが、私はスポーツなんだろうと、こう思っています。2020年